ムジナさんの太ももがエロすぎてこっちの怪獣が暴れそうだよ。皆さんこんにちは、夢蔵です。今回はダイナゼノン第6話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想、考察、ネタバレ、たまにゲーム配信などもしております。ダイナゼノンについては毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで6話なんですけども、もうねエロアニメでした。いやもうそれは冗談なんですけど、あのね、それぞれのまた闇が見え隠れする、もう深いとなっておりまして、あとねもう最後はね、ラストはめちゃくちゃ激アツなね展開になったっていうことも、ほんとね来週がめちゃくちゃ楽しみな、回でした。まあそんなまた6話振り返りながら語っていきたいんですけども、まず前回の続きで、姉があれは事故じゃなくて自殺だったんじゃないかっていうねすごい引きで終わったんですけども、まあどうやらねそれはまあ噂の話で定かではなくて、なんか当時の双葉っていう副部長の男がいて、そいつと付き合っていたっていうね、あの話が出てたんだ、お姉ちゃんがね。でそれが原因かなんかで女子からいじめられていたかもしれないっていう話が出てきた。で他にも非公開の動画があるから、それをまた後日あの見せるようにするよっていうことで、まあ、その時は解散したんですけども、うん、で一方ね怪獣優先思想の方はまたちょっとね悪役っぽい話をしてるんですよ。だからガウマを仲間に入れるのは難しいよなって、このまま邪魔されるのも困るし殺すかみたいな感じのことを大石さんが言ってて、メガネの、ね、人が言ってて、うん、本当ねガウマをなんで仲間に入れたいんだろうなって思うんだよね。だってあいつら十分怪獣を操れてるわけじゃんねえ。で怪獣を使ってこの世をねまた作り直したいみたいな感じのことを言ってたんだけど、それになんでガウマがそこまで関係してるのかが、必要としてるのかがね、いまいち謎なんですよね。ガウマじゃないとできないこと、それとも5人じゃないとできないことがあるのか。5人っていうとやっぱ合体ロボットが思い浮かんじゃうんだけど、ロボットじゃないとできないことがあるのか、またここはね本当謎が深まるばかりですね、で怪獣が出るのはねダイナゼノンの恩恵かもしれないっていうこともあって、これもまた厄介なんですよね。怪獣がダイナゼノンがいるからこそ怪獣が出てくる。じゃあダイナゼノンがいなかったら怪獣は出てこなくて平和な世界になるのか、このねなんかパンドラの箱みたいな状況になってるんだけど、まあ、あの褐色の子はね、沈むはね世の中はいい方向に進んでるよって言ってたんだけど、いい方向っていうのがねどういう意味なのか、怪獣優先思想の思ういい方向だからね分かんないよね。このしずむくんだけが怪獣の声が聞こえるらしいから、怪獣が何て言ってるのかここもまだ謎なんですけど、まあそんな一方、ニートくんね、ニートくんはねまた人妻と飲んでるんですよ。証拠にもなくねホイホイ人妻についていってね、ほんとねエッチな展開を期待してるニートくんなんですけども、なんとねそこに夫が出るんですよ。夫登場っていうね、もうめちゃくちゃ気まずい。もうてっきりあの人ね、夫と仲が悪くてこういうことしてんのかなと思ったら、そういうわけでもなくてすげえ仲良さそうにしてて、じゃあなんでこう絡んできてたんだろうっていうね、ほんとね童貞殺しだよ本当に。でそんなニートくんがねいなくて、チセちゃんがねなんか暇だなみたいな感じで家あの部屋でぼーっとしてるんだけど、その玉がねチセが拾った玉が成長してんのよ。なんかちょっとトゲみたいなのがキョッニョキって出てたんだけど、これ多分ね知性の嫉妬の感情が原因で起こってんじゃないのかなと思う。その怪獣は人間の情動が好きって、その好みだって言ってたから、その知性とずっと一緒にいることで、その知性のこの嫉妬の感情をギュッと詰まったね嫉妬の化身みたいな怪獣が出来上がるんじゃないかなと思って、まあ、それで言うとゆめちゃんもねまたそれに関係してくるような気がするんだよ。ゆめちゃんもさちょっとよもぎのあの仲のいい女子たちがよもぎイチャイチャしてたシーンがあったんだけど、そこでね嫉妬してそこから仲がちょっとギクシャクしちゃうんだけど、だからゆめと知性の嫉妬の怪獣みたいな、それもなんかワンチャン出てきそうな気がするんだよね。どっちみち知性ちゃんは多分戦うことになると思いますね。
そしてもうここからねちょっと無事なタイムが始まるんですけども、ニート君がその人妻と飲んでて、まあなんであいつみたいな感じで別れた後にちょっとふてくされてたんですが、そんな時に無事なさんと出会うんですよ。もうね雨ザーザーの中にね太ももをもう丸出しのねドエロいお姉さんが立ってるわけよ。で、あーなんだこいつと思って、やべー見ちゃった目合わさないようにしようって思ってたら、こっち来て、あ食べないでくださいってね、急に獣フレンズ始まるんですけど、うん、いや始まらないんだけどね。まあそんな感じでなんやかんやって2人で飲むことになるんだよ。いやなんで、けしからん、なんでお前がムジナさんと飲んでるんだよってね、ほんとね羨ましいね。ムジナさんも優しくてさ、なんだかんだ話聞いてくれんのよ。なんか興味なさそうな感じしつつちゃんと話聞いてくれるのよ。もうねほんとね羨ましいね。ムジナさんもなんかすごい無気力で、まあ、自分のことがわからないらしいの。記憶がないみたいな感じで、やりたいこともないしなーって言ってて、ちょっとねその記憶がないっていうところがまた関わってきそうな気がするんですよね。まあそんな飲みをやっててベロベロに酔っちゃって、結局ムジナさんにストライカー取られちゃうのよザマーなんだけどこれはザマーだよ。ムジナさんも別にそんな欲しかったわけじゃないけど、なんとなく今取れるから取っておこうかなみたいな多分感じだと思う。まあ、さーっとね取って帰っちゃったんだよ。一方ゆめちゃんはね、またちょっと切り替わってゆめちゃんの話なんだけど、ゆめちゃんがその最初に言ってた動画、非公開の動画があるって言ってたじゃないですか。その動画をね見るんだけど、なんかいじられてるっていうよりかはやっぱいじめられてるような動画なんだよね。なんか何かないですかみたいな、なくないものありませんかみたいなこと言って、なんだろうって言って、あ知恵の輪だって言って、あのよくゆめちゃんが持ってる知恵の輪ね、あれがないないって言って、それを探して回ってるお姉ちゃんを笑ってる動画みたいな感じです。まあ最後は、まあ、見つかってドッキリでしたてってれーみたいな感じで終わるんだけど、明らかにねいじめだよね。あのメガネね、あのメガネ女ね絶対嘘ついてるよね。やっぱ女って怖えなって思いました。そしてまた場面切り替わって、あの怪獣優先思想の話になるんですけど、ムジナさんがストライカー取ってきて、まあこれどうしようって言ってて、でそのシズムがねめっちゃ偉いのよ。シズムだけがねすごいちゃんとしてて、ダメだよそれ返してこなきゃダメでしょって言って、やけにルールに厳しくて、これも何なんだろうね、なんでこんなルールに厳しいんだろうこいつ、怪獣使って暴れ回ってんのに、それはいいんかっていう感じなんだよね。何なんだろうね。まあそんな優先思想の前にニートくんがね現れんのよ。まあなんでかっていうと、ガウマさんに怒られるわけよね。ガウマさんにはストライカー取られたことを報告しに行って、いや何してんのお前って、そんな取られていいもんじゃないからって言って、でもそのガウマさんのなんだっけ、あのダイバーがなんかこれがあれば場所わかるからっつって一緒に行くのよ、取り返しに行って。でそこでまたねニートくんやらかすんだよ。ニートくんがねムジナさんに抱きつくんだよ。ほんとこいつはねけしからんのよ。またそのムジナさんの太ももが横に倒れた時のあのアングルの太ももがもうパンパンなのよ。ほんとにさ、あのグリッドマンのあの立夏の太ももを彷彿させるあの太ももね、なんか今回マジ太ももにすっげえ力入れてたと思うのよ。スタッフの愛がね伝わりました。でそんな抱きついたところを見て、また知世がねこう冷たい目でニート先輩のこと見て、でそれもう耐えきれなくなったニート先輩が、あすいませんってもう小声でもう謝る。でまあなんやかんやあって、また怪獣が現れるのよ。いつものパターンなんですけど、怪獣が現れて、今回のその怪獣が一人じゃ操れないみたいで、ドミネーションって言って、あの赤毛のやつが言ったやったんだけど、いやこれなんかうまくつかめねえわって言って、つかむってどういうなんかどういう表現なんだろうなって思う。ちょっとそこうんって思ったんだけど、まあ、なんか掴むのかな、見えない手でも出んのかな、リゼロかな見えざる手あ使ってんのかな。それで、まあ、ムジナと2人でやることによって操ることができました。まあムジナさんまたここで太ももがね、まあエロいんですわ、まあ、ドミネーションっつってね。でそこでまた意味深なことをしずむくんが言うんだけど、まあ、世界を変えるために怪獣自身も変わっていく、俺たちも変わるんだ、俺たちはきっと怪獣に必要とされているって言って、
まあ、怪獣が世の中を変えるんだって。なんかねまたこう、まあ、意味深なんだよね。何のために本当戦ってるのか分かんないんだよね。世の中を作り変えたいって言ってたんだけどさ、どういうことなんだろうか、で、ムジナさんもすごい生き生きしだして、いやなんか私少し変わった気がするわって言って、なんか赤毛もえなんかキャラ変わってねとか言って、すごいなんか生き生きしてたんだよね。ムジナさんがなんかハイになっちゃって、ちょっと違和感があったよね。なんか怪獣のせいなのか、ムジナさんの単純なテンションの問題なのかね、わかんないんだけど、まあダイナゼノン側もみんなも来るんだけど、みんなねその、まあ、チセはニート先輩に嫉妬してるわけじゃん。で夢もヨモギ君に嫉妬しててなんかギクシャクしてて、もうみんな の, からばあの気持ちがバラバラなのよね。もう合体した時のセリフもね、なんかもうセリフバラバラなダイナだねだだ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 ゼノンみたいな感じですごいバラバラ言ってて、もうあのガウマさんだけが一生懸命戦ってる感じですね。もうガウマさんが一人で頑張って戦うんだけど、もう相手の怪獣が今回バカ強えの、まあ、二人で操ってるだけあって、まあ、重力を使う怪獣なんだけど、もう全然歯が立たないの。ダイナレックスになっても、こう弾き飛ばされるような感じで、これマジやばいなっつってダイナゼロの大ピンチになります。で大石さんが、敵のね優先思想の大石さんが、ああもうもっとちょっとガウマさんと話したかったんですけどねみたいな感じで言ってたら、空から来るんですよ。もうねかっこいいんだわ、アンチくん。アンチくんがもうダイナグリッドマンナイトだっけ、そのもうかっこいいよ、ここで来るかとね、ドシーンと背中向けてね来る、助けに来るんだよね、アンチくんが。ここで第6話が終わっちゃうんですけど、もうさめちゃくちゃ見たいよ第7話が、ね、今回ほんとさもう頭がパンクしそうで謎が多すぎて、ね、だからこのアンチ君が来たっていうことは、ここね電脳世界だっていう可能性がめちゃくちゃ高くなりましたね、これが全部現実世界じゃなくて全その電脳世界電子世界で起こってる話だっていうことになるんですよ。まあ、グリッドマンがそういう話だったからさ、グリッドマン出てきた、アンチ君がまあそういう存在だったからってことはね、別の電脳世界から、あの電脳世界からこっちの電脳世界にこう来た、のかなって思うんだよ、誰の世界からか、あの時は茜が作った世界だったんだけど、これが誰の世界なのか、それがマジでわからない。もしかしたらこの作られた世界っていうことは優先思想の人たちが知ってるのかもしれないのかな、それをなんか知ってて抗ってるとかそういう感じなのかな、これ本当にわかんないんだよな、ねえどうなっていくんでしょうか、アンチ君でも単純にこう怪獣をやっつけなきゃっていう使命感でなんとなく助けに来ただけかもしれないし、もしかしたらずっと前からグイダイナゼノのこと知っててピンチになったから今回助けに来たのかね、わかんないんですけども、あともう一個あの謎が あったのが、あの人妻と話してる時にちらっとまた過去話が出てきたんですけど、そのトイレになんかやばいものがあってすごい重たそうなんだよね、その小さいバッグに重たそうなものが入ってて中身はまだわかんないんだけど、でもこれ やっぱやばいよねってニートさんも言ってて、ニート先輩も言ってて、何なんでしょうね、まあ、単純に考えたらなんか銃とかなんか武器的なものかな、それで例えば夢の姉ちゃん殺しちゃったとか、殺しちゃったなん、たまたま当たっちゃって死んじゃったとか、まあ、それはないかないと思うけど、まあなんかやばいものがねあったんですけど、もう本当ね謎が深まるばかり、本当に謎が一向に解決されないっていうね、またまあそれが面白いんだけどね、まあ、ぜひね皆さんの感想やコメントあの考察もねコメント欄に書いて一緒に考えて語り合っていきましょう、ということで今日はこれで動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。